フランス、ドイツ、オランダ、ルクセンブルクと国境を接し、ヨーロッパの心臓と呼ばれる人気観光地ベルギー。日本ではベルギーワッフルやチョコレートが有名ですが、ヨーロッパ有数の美食の国としても有名です。またベルギーには美しい水路が走るブルージュや、世界で最も小さな町と言われるデュルビュなど、いくつもの魅力あふれる都市があります。今回はそんなベルギーのおすすめの観光スポットをご紹介します。ベルギーの首都ブリュッセルの中心地にある大広場、グランプラス。フランスの詩人ヴィクトル・ユゴが世界で一番豪華な広場と賛嘆したことでも知られるこの大広場は、今もなお世界の中でも有数の美しい広場に数えられます。石畳の広場を囲むのはゴシック様式とバロック様式の歴史的建物の数々。まるでそこだけ中世にタイムスリップしたような景色が広がります。ベルギーの首都ブリュッセルから鉄道で約1時間、美しい装飾が施された歴史的建造物が立ち並び、街に運河が張り巡らされたロマンチックな水の街、ブルージュ。運河が張り巡らされており、水の都、北のベネチア、屋根のない美術館とも称されています。旧市街全体が世界遺産に登録されているブルージュは、どこを切り取っても絵になる景観が広がっており、歩いているだけで中世の時代にタイムスリップしたような気分を味わえます。芸術の街として名高いベルギー第二の都市アントワープのランドマーク的存在として、街の中心部にある大聖堂、アントワープ聖母大聖堂。アントワープ聖母大聖堂は名作フランダースの犬の舞台になった場所としても知られています。ルーベンスの最高傑作であり、ネロが永遠の眠りにつく前に見た祭壇がキリスト降下やキリスト昇華、聖母飛翔天、キリスト復活などを鑑賞することができます。ブリュッセル、メッヘレン、アントワープの有名都市をつなぐ鉄道のターミナルとして、1895年から1905年にかけて建設された優美で豪華な駅、アントワープ中央駅。彩り豊かな色大理石の調和の取れた美しさと、博物館のような重厚さが圧巻で、世界一美しい駅とも称されており、完成から100年以上経った今でもその美しさは色褪せぬまま、世界中からたくさんの観光客が訪れています。水の都ブルージュの観光の起点となるのがマルクト広場。周囲は世界遺産の鐘楼や西フランドル州庁舎、ギルドハウスなどのかつてのブルージュの繁栄を今に伝える歴史的建造物に囲まれており、オープンテラスのレストランやカフェが軒を連ねる賑やかな広場です。日が暮れると建物やレストランに明かりが灯り、ロマンチックな雰囲気に包まれます。ベルギーの首都であるブリュッセルの中心にある大聖堂
ンミシェル大聖堂。2つの塔が印象的で、13世紀から15世紀のブラバントゴシック様式の建造物で、巨大で荘厳なステンドガラスが有名で、外の光を取り込む様はとても素晴らしいとされています。1962年にメッヘレンをも含む大司教区の大聖堂に昇格し、1516年にカール5世がここで戴冠式をしたり、歴代王家が結婚式を挙げることでも有名です。ベルギーの首都ブリュッセルの中心部にある商店街、ギャルリー・サンチュベール。1847年に完成したヨーロッパで最も古いショッピングアーケードの一つで、ガラス天井や美しい彫刻装飾に彩られたアーケードは、歩いているだけでも優雅な気分に浸れます。全長200メートル以上にも及ぶアーケード沿いには、アパレル、ジュエリー、レザー製品などのショップ、カフェやレストランが軒を連ね、常に多くの人々でにぎわっています。ベルギー南部アルデンヌの森の中にある人口500人ほどの世界で一番小さな町、ギュルビュイ。アルデンヌ丘陵の森の中にひっそりと佇む町には、ウルト川が流れ、町のシンボルであるデュルブイ城がそびえます。その風景はヨーロッパらしい美しさにあふれています。広場を囲むのは評判のレストランやカフェ、中世の頃からほとんど変わらない街並みが現存しており、石畳の細い小道、石造りの家が立ち並ぶ中、歩いているだけで中世の情緒が感じられます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。